ちゃんありがとう。私もありがとう。え、寒いよマジで。もう生きていけない、生きていけません。皆さん中村舞です。自己紹介しました。中村舞です。朝晩寒いねマジでね。なんかね、そういや昨日お話し会でさ、すごいさ、あ、結婚してありがとう。なんかさ、いろんな人がさ、ショールーム見てるよみたいな、ショールーム毎晩見てるよ、ショールーム見てるよっていう、本当にいっぱいいろいろ言われて、ショールーム見てるよっていろんな方に、ちょっと恥ずかしくなってきました。今更なんですけど、こんなに配信してなんなんですけど、もう恥ずかしくなってきました。すいません、恥ずかしいので隠しときます。見てるって？ありがとう。本当に大した内容を話していないのにありがとう。見てくれてそんな、なんてこったですよ。ショールームからお話し会、そう、ショールーム入り口の人も結構多いんだよね。そうなんだよね。めいちゃんと幕張でお話ししたかった。まだあります。幕張はラストにもう一回あるんですけどね、3月かな。あとは12月に福岡とか、その後も大阪、広島あるので待ってます。サンタだね、12月ね。そうだよ。どこの会場おすすめか？全部。やっぱなんでもない。コスプレ。やりたいコスプレは持ってるんだけどさ、どこで着ようかわからん。迷う。どっかでしまーす。どこがいいか。リアルはしない。なんかリアルで見られるのはずいかなってちょっと今一瞬考えたんですけど。ありがとう。まあでも、あ、12月はそう、サンタは決定してます。サンタ、みんなサンタ、みんなサンタだよ。みんなもサンタなの？みんなは何なの？みんなはトナカイなの？みんなは何で来る？ソリ？おお、斬新。トナカイの群れ？トナカイの群れになる。うんうん、
ありがとう。こもりありがとう。明日は四国公演です。四国最後アンピーがなんです。アンピーラストの四国公演で、あの卒業公演は11月5日で、うん、それにもまああの出演させていただくんですけど、四国はアンピーラストっていう久しぶりの四国だけの公演なので、四国公演出ます、四国公演出ますじゃない、卒業公演出ます出ることが決まりました。やった、かぼちゃ。寂しいよ本当に。四国のフルの見どころ、フルの見どころ、台湾じゃなくてフルってところ、あでもユニットがね、ユニットありますからね。ユニット、明日はユニットありです。うん、あそうやってない曲もある、普段その台盤だったら。3期はまだ配属ないんですか。ないね、ないですね、まだまだって言ったらあれですけどね。え、ココアさんから連絡来た、え、なんで知ってるの。今日来たよ連絡、なんか前みかんがなくなったって来てあ、明日持って行きますねっていう LINE さっきしましたよ。さっきっていうか、まあ、夜ぐらいにしました。みかんが、みかんをあげたんですけどなくなったらしい、なんで追いみかんしに行く。みかん持ってるよ、なんか袋に入った網の袋に入ったやつ。何かと交換してよ。え、でもなんかね、ココアさんがあ、なんかお返し何がいいって聞いてきてくれたんですよ。なんか欲しいものあるみたいなって聞いてきてくれたんで、あの愛って送ったらスタンプ1個で返ってきましたなんか私はあのすごい好き好きモードで行ったのに。ツンツンしてる、ツンツンだよねココアさんって。ココアさんのデレってあんま見ない。だからこそデレた時いいんですけどね。デレ見なくないココアさんって。ツンばっかりじゃない、結構ツンっていうか、うん、デレる時、うん、そうそう。いや違うよ、
そして別にもう別に出れたわけじゃなくって、ココアさんなら冷たい返事が返ってくるという言葉を送ってる。なんかもらいたい、もうそういう言葉が、なんかちょっと冷たくあしらわれたい。あ、かぼちゃありがとう。なんかちょっとこうツンみたいな、はいはいみたいな感じがたまらん。いい、それがなんか見たい。お菓子が降ってる、ありがとう。わかる人いっぱいいる。わかる、わかる、わかるって。ねえ、ココアさんのさ、お話し会とかで好きって言ってくださいって言ったら好きって言ってくれるのかな、めっちゃ気になる。ちょっと誰か言ってほしい、ココアさんに好きって言ってください。いや、あんのかな、なんか想像できん、なんか全然想像できん、好きって言っとるところが。はずいとか、あ、言いそう、まずい、いややけ、めっちゃ可愛い、ありがとう。まいちゃんは言う、まいきゅうは言うか、なんかさ、どうだろう、さあね。はぐらかされた、いや、分からん、分かりませんね。どうでしょう、あんまないですね、そういうの言ってみたいなの。ありがとう。言うのも恥ずかしい、そうだよね。次、うわ、うわ、なんか次やろうかなみたいな人、いや、そしたらもう嫌。あったかそうな服着てるね。あったかい、これね、ちょっともうお風呂入っちゃってあれなんすけど、あ、ちょっと扉開いてるし、フード、フード付き、あ、なんかなんかもうもうダメだこりゃ、ちょっと待って、お化け、なんか思ったのとちょうど。ヤッハー、あ、ヤッハー、元気ない耳、いいんだ、
ましてありがとう。そうだ、いろんな人が見てるからちょっと恥ずかしくなってきたんでこうやって耳上がらない、上がらないビヨーン。尻尾あるん？あるよ、ちょっと見せるん。こんな、こんなのもふもふ。え、あの何枚服着てますか？あの毎日毎日何枚の服を着てますか？あの下着も、下着っていうかなんかあの女性だったらキャミソールとかも入れて何枚着てますか？ 2,3 枚。4枚、1枚、2枚。あでも2枚、3枚、 2,3 枚の人多いな。ヒートテック、ヒートテック着てますか？マジ？ヒートテックか。ヒートテック着てないけ、寒いんか。2,3 枚多いね。今何枚か、今2枚だ。はあ、2枚だから寒いんですね。タワー来たよって。で私さ、ちょっと明日お礼させていただきますね。何これ、ミッキーさんありがとう。なんだ、なんかツリーみたいなもらった。カボカボカボツリー、カボチャツリー、ありがとう。パンプキン、ハロウィンだ。パンイチですって人がいる。服着なよ。でもさ、布団が服みたいな時ない？きっと布団かぶってるんだろうな。半袖 T とロン T、 それさどっち先に着てるの？ロン T の上に半袖着てるの、それとも半袖の上にロン T 着てるの？結婚してありがとう。コウモリもありがとう。どっちもいけそう。気になった、どっち？こたつ出してません。もうこたつもファッションになればいいと思う。みんな亀みたいな感じで凍らせよう感じで、今日もよいしょ。電熱、電熱ファッション。ストーブはつけてない。やばいこれ、うん、めっちゃ言ってるかも。洗濯が増えるの嫌なんだよね。だからなるべくね、着たいのに着たくないみたいな。なんかすぐ洗濯が増える、嫌だね。我慢、嫌だ。うちのおじいちゃんさ、あの9月後半ぐらいからもうさ毎日7、8枚ぐらい服着てるらしくてさ、
おじいちゃんさ、めっちゃ寒がりでさ、7、8枚着てるって服言ってた。7、8枚って何着るんやろって思うけど。もこもこ、うん、おじいちゃんもこもこ。上下合わせ、いや上だけで。1枚であったかいやつあるやろ。重ね着、重ね着の季節。ありがとう。58分。明日は公園見てね。あの配信も見てね。壇上呼ぶ？壇上呼ぼう。いつきちゃんさん、シーサーさん、くまねパパさん、きのぺこさん、そかみち FC さん、おとまちさん、ミッキーさん、東京のスワンさん、カズさん、オフサンドサムさん、福太郎さん、ボンちゃんさん、ゆずきちさん、ありがとうございます。配信も、うん、ありがとう。おやすみなさいませ。月曜日やだ。頑張れ。こもりありがとう。お疲れ様ありがとう。頑張れ。